竜大夏竜大化聖徳十一年は、民の政治家。字は時王。号は東山。竹州府家陽県の人。厚生福祉を務めた竜一支宅の子。天根淳八年に紳士となり、官林書記都市に任せられるが、自ら死亡して、地方官に転じた。後に、福建右三世、関東右不正氏、石膏左不正氏など、地方の養殖を歴任した。 工事6年に、黄河の洪水が発生した時に、右福都漁師に任ぜられて、AA 明不祖条件から徐州に至る 20km 余りの決壊箇所の堤防を50日で完成させたことから、左福都漁師から、戸部左次郎に昇進し、工事14年の暮れに、兵部省所に任じられた。軍事にも、明るいことから、工事三角の信任を得て国政に当たった。ところが、 次の聖徳三角が即位すると、神帝の信任を得られなかった上に、官岸の流金からも嫌われていたため、聖徳元年に辞職して故郷に帰った。だが、流金によって、罪を着せられて、聖徳三年に宿州に流された。宿州にて、工事三角に召された時の記録を、千命四録として編纂している。二年後に、流金が処刑されると、 社名を受けるが官への復帰は辞退している。没後、ただのの死亡が送られた。ありがとうございます。